木曽路に入る手前、岐阜県の中津川から見る冬の中央アルプスはまばゆいばかりに白い。そして中津川の冬は冷たい。中津川の町からその背にそそり立つ恵那山に向けて伸びる広い大地に210ヘクタールに及ぶ栗園、その栗園に象徴されるように中津川は栗の産地でもある。晴れた冬の朝、栗園では農夫たちが枝の剪定に精を出す。今年の実りを願い、木を一人前に育てる木作りを合わせて施す剪定は、農家にとって冬の大切な作業である。中山道の宿場落合から、三坂峠を越えて、駒場、飯田と稲谷に通う街道にある三坂。恵那山の内懐に深く県境にまで点々とある集落は、今も自然の中にひっそりと寄り添ってあった。三坂に住む洞田兼吉さん75歳。洞田さんは山に木枯らしが鳴る頃から春先までほとんど毎日山に通う。ある時は近く、ある日はめったに人の入らない険しい沢を登りながら、石をずらし砂をかいて、洞田さんはもう50年も山の中を歩いてきた。山肌から染み出して遠く木曽川に落ちていく清水が育む沢ガニ、本州では唯一の淡水産のカニとされ、食用としてこの辺りの人々の冬の食卓を飾ってきたが、今では沢ガニ取りが冬の貴重な副業となっている。カニを掘って一杯やりながら山で弁当を食べる。これはわしの健康法みたいなもんじゃて。洞田さんは体の続く限り山歩きをやめないという。裏木曽から落ちてくる川上川、この川が木曽川に注ぐあたりに手すき和紙高下神で知られた高下の町があった。いてつくような桶の中に楮、三股などこの地方の至る所で採れた原料を混ぜ、一枚ずつ空いてゆく紙すき。一時は同じ手法の和紙で知られる美濃紙と変わらぬ流星を誇ったというが、今ではこの盾さんのほか二人が細々とその伝統を受け継いでいるに過ぎない。1日かけて障子紙で300枚から350枚という手作業だが、日本の伝統的な家屋と造作がある限り絶やせないものだと盾さんは
小手を持ち月船に向かう。日本の祭りには欠かせない太鼓。その太鼓の産地の一つが中津川にあった。木曽に続く三坂の山々には栗、土地、欅など硬い材質の木が数多く自生していた。大正の終わり頃、裏木曽福岡村の宮島義郎という木地師がこの辺りに移り住み、初めて太鼓の胴作りの技術をもたらした。村人たちに太鼓よっさと呼ばれた宮島さんは、数年で三坂を去っていったというが、その技は今も受け継がれ、雪を降るこの堀川さんもよっさのことは記憶にあるという。今ではほとんど欅だけが素材とされ、樹齢300年を超える大欅をくり抜く大太鼓から直径30センチの小太鼓まで、どれもノコギリでくり抜いた胴に雪一丁で丸みをつける仕事は、版画頼りの職人仕事であり、一寸の油断も許されない。幼い木の夢と明日への希望を乗せて、ゆっくりと力強い息吹、大地を揺るがせてゆく。遠い時代は現代の速い流れに押されても、汽車は何でもない顔をして足音高く走る。深い山の中の木曽路が開け、自然と共に生きてきたこの辺りには、やがて新しい夜明けが来る。